よろしくお願いいたします、はい、マイクを使った方がいいですかね。地声でも聞こえますか。大丈夫ですか。ちょっとこれでいきますね。喋りは普段もこんな感じなの で改めまして、ハイシと申します。よろしくお願いします。どうせバレるので先に言っていくと、めちゃくちゃ緊張してます。機会をいただいて生徒さんの前で話すことも何度かあるんですけど、まあ、それも緊張するんですが、気持ちの落としどころっていうのがある程度まあ分かっているので、こうやって考えればまあ楽しめるだろうと思うんですけど、今日は無理ですね。昨日の夜、この息子がいるんですけど、寝かしつける前にこのパワポをですね、最後まとめようと思ってやってたわけですよ、ベッドに座りながら。で、目をつぶってこの光景、まあ図書室でやるって聞いてたんで、この光景を思い浮かべるんですけど、どんなに思い浮かんでも息が詰まるっていう。なのでちょっと今日いろいろしどろもどろになるところもあるかもしれないんですが、自分が一応8年間授業動画をやってきました。で、やってきた中で、まあ、感じたこととかこだわってきたことなんかを伝えつつ、で、事前に皆さんからアンケートをいただきましたので、まあ、それにも答えるという形で一応パワポは流れでやっていきます。で、一つですね、皆さんにお願いしたいことがあって、だいたい多分20分ぐらい喋ると思います、きっと自分が。ですけど、おそらく自分がこう伝えたいことと皆さんが聞きたいことっていうのは噛み合ってない部分もあるはずです。なのでざっくばらんに質問をしてください。答えられないことは、YouTube の収入だけです。収入は、今日動画撮ってるんで後で多分投稿すると思うんですけど、これを言ってるのバレたら本気で Google さんに怒られます。多分皆さんが思ってる以上に本当に怒られるんですよ。なので、LINE で来るので何やってんすかってなるので、それは言えないんですが、それ以外のことは基本的に何でもお答えできますので、ぜひその点よろしくお願いします。それでは、タイトル、8年間撮り続けた授業動画ということで、作ってまいりました。まずちょっと簡単に自己紹介させてください。名前がこれでハイチです。本名ではありません。活動名でやっております。よく、陽一と間違われるんですが、よかったらハイチで覚えてください。で、年齢が1985年生まれで35歳です今。で、東京学芸大学、なので教頭の後輩になりますけど、学芸大を卒業した後に、自分は教員採用試験を受けておりません。大学3年の時、教育実習行った時に採用試験を受けないと決めて、一般の就活リクナビを登録して普通に就活をしました。で、就活をして、その中で営業マンですね、企業に一社行くのではなくて、民間のお家ですね、一軒一軒ピンポーンって押して教材を売る仕事をやっておりました。なので、こうピンポーンって押して、ほにゃららですと、玄関先までチラシの受け取りお願いしますって言うわけですよ。そこで怒鳴られる仕事です。毎日毎日怒られる仕事をやってたんですが、自分ちょっと腎臓にちょっと持病がありまして、その数値がですね、一気に悪くなりました。約半年経ったぐらいに。で、ごまかしごまかしやってたんですけれど、ちょっと医者にそろそろ本当にやめないと、今後のなんか生きる上でちょっと関わってくるということで、ドクターストップがかかりまして、営業職を退職で、その後に塾講師に転職して、そこで丸3年ですね、正社員として塾講師を働き、その後独立するという流れで、その後に YouTube チャンネル、とある男が授業をしてみたを2012年6月1日に開設しまして、先ほどね、ちょっとご紹介いただきました、本当に昨日の夜なんですけど、チャンネル登録100万人いって、今のところ全体で総再生回数が今3億回を超えるチャンネルになってます。で、7歳の小1の息子と年少の息子の父親もやってますってもおかしいですけど、父親でもあります。で、動画を見ていただいたことがある方もいらっしゃると思うんですが、ちょっと簡単に子どもたちがどういうふうに使っているかっていうのを説明させてください。自分の授業動画はですね、まず、再生するとこの画面から始まります。これ数一の三角比の最初の基礎の部分なんですけど、こういった形でポイントとか、問題演習が載っている状態です。で、大体の子どもがここで動画を止めます、1回で。なんで止めるかっていうと、これが、ワークになってます。だから、これを止めることによってノートに問題を解くんです、子どもたちは。で、一応ですね、この画面、この状態が無料でプリントアウトするサービスも自分別でやっているので、まあ、家にプリンターがあればにはなりますけれど、これをプリントアウトしてやってる子もいる。つまり、まあ問題をまず解きます。で、どうするか、授業を見るのかっていうと、見ません。子どもたちは動画を一番最後まで早送りします。YouTube のいいとこなんですけど、例えば、お家で Hulu だったり Netflix を見てる方もいらっしゃると思うんですが、ネトフリとか、あとは DVD、ブルーレイもそうなんですけど、あの早送りって大体こうちょんちょんちょんって3倍速でだんだん早送りするんですよね。でも YouTube ってこうスライドしたら一瞬で早送りできるんですよ。だから本当にものの1秒でこの画面に飛んでいきます。で、ここに飛んでいくことによって、これが回答になってます。なので、子どもたちは自分で解いた問題を丸付けをするっていう状態で、丸付けをして、例えばですよ、
今これ5番まで問題があるんですけど、5番だけ間違ったと。その時じゃあ戻って全部見るのかっていうと、子供たちしません、そんなことは。自分の間違ったところだけを効率よくやりたい、できる限り短い時間で勉強を済ませたいと思ってるので、5番のところだけ遡って、まあ、大体この辺かなって分かるので、じゃあ5番の説明だけ聞こうかな、あ、それがミスの原因だったんだと把握すると、こういった流れで使ってくれてる子が多いです。なので流れとしては、まず動画を再生したら動画ストップします。で、早送りして丸付けをして必要な部分の解説を聞く。もちろん予習で見てくれてる子もいます。全く勉強してない、例えば学校で数2を取れないけどでも受験で使いたい、だから数2を勉強したいということで見てる子たちなんかは、最初見てもわからないので最初にもう10、これ大体10分半ですね、動画なんですけど1回通して見てからこの状態になる子もいますけど、大体の子がこういった形で自分のチャンネルの動画を見てくれてます。で、次ですね、自分のチャンネルはですね、大きく2本柱がありまして、1個が授業動画です、今紹介させてもらった。で、もう1個が例えば対談とか YouTuber でよくあるコラボ動画とかいうやつですね。そういった、顔を出して何かをする、何かを話すってものを、2つの軸としてやってます。で、まず例えばこれはですね、神奈川県の川崎北高校っていうところの柴田校長先生という方なんですが、神奈川県の ICT 教育に関わっている方とは知らない人がいないぐらいめちゃくちゃ有名な校長先生なんですけど、この方と先日 Zoom を使ってオンラインで対談をさせていただきました。で、今は結構この校長先生とか、この前は動画は撮ってないんですけど、イベントで文科省の方と対談させてもらったりとか、結構政府の方とか教育委員会の方とか校長先生とか管理職の方とかと対談をさせてもらって動画を撮るっていうのをちょっと力を入れてやってます。で、これは、まあ、いろんな意図があるので、ちょっとそこは省きますけど、例えばこんなことをやってたりとか、こちらはですね、まあ、テレビ見てる方はご存知かと思うんですが、東大王伊沢拓司ですね、拓司でございます。彼は結構仲良くさせてもらってて、まあ、クイズノックという YouTube チャンネルもやっているので、こうやって対談をさせてもらったりとか、あとは、有名どこで言うとはじめ社長さんとか、あとは、花尾さんとかもいらっしゃるんですが、結構 YouTube って4大卒で高学歴の勉強頑張ってきた方がいらっしゃるんですね。でも自分のチャンネルカラーとしてなかなかそれを話す機会っていうのもないので、それをこちらのチャンネルで対談させてもらって、こういう子見てる子どもたちが、こういう人たち、キラキラしてる人たちもこうやって頑張ってきたんだよっていう知ることによって、あ、私も頑張ってみようかなっていうのは思ってもらえると思ってるんですね、自分が。そういった狙いもあってこういうコラボをさせてもらったり、あとはこれはですね、先日4月かな、今年の4月に投稿したものなんですけど、目をそらしてはいけない今年の受験はどうなるかっていうタイトルなんですけど、まあ、コロナがまだ落ち着いてない頃、まあ、今もまだあれですけど、かなりこう休校期間が長引いてた頃に、受験がどうなるかがやっぱり子どもたちがものすごく不安で、相談メールが届いてました。で、まあ、自分の思うことです。だからこうなるよとは言えないわけです、自分は知らないから。けれどこうなる、例えば夏休み期間が短くなるのも目に見えてましたし、もともと受験生は夏休みが天王山だと言われるじゃないですか。そこで勉強頑張るんだと、基礎固めだと。でもその時間が確実になくなるのが分かってるから、今4月でサボってやんなかったら確実に苦しむのが目に見えてる。それを動画で喋りました。今やんないと本当に苦しむよ。もちろん子どもたちにとどめを刺しているような言い方になっちゃうといけないので、話し方はもっとオブラートに包みますけど、そういったものを投稿して見た子どもたちが、もっと頑張ろうと、ちょっと頑張ってみようと思ってもらえるような動画を撮るっていうのをやってたりとか、これめちゃくちゃ変化球なんですけど、右下に関してはこれですね、睡眠導入の動画です。あの YouTube に結構なんか聞くとヒーリング動画とかあるんですよ、ヒーリングミュージック系が。で、4月かなんかにその子どもたちがどんどん寝れなくなってるっていうのを相談が来まして、なんかできないかなと思うわけですよ。でも何もできないんですよ、授業することしかできないの でそこで知り合いの作曲ができる音楽のプロの方に相談をして作れないかと。で、相談してかなり打ち合わせを重ねて8時間の動画を作りました。まあ、8時間といってもともとは何分かの動画をこう繰り返しのものにはなるんですけど、まあ、子どもたちが寝やすいようにヒーリングの、まあ、睡眠導入で、しかもアラームもちゃんとつけて、スヌーズ機能も勝手に俺がつけて投稿して、でこれも多分今14万ぐらい再生されているので、まあ、ある程度見てもらえてるかなと。で、こんなことをやっております、授業と別の部分で。で、ここの狙いをちょっと話します。で、これは、YouTuber としてなので、ちょっとあの学校の先生からすると、まあ、参考になるところではないかもしれないんですけど、 YouTube をやってて思うことがですね、やっぱり
この先生の授業だから見るっていうのがものすごい強いんですね。 YouTube 見てる子どもたちって、自分が8年前、2012年に始めた時、それから、まあ、徐々に数字が伸びていきました。最初めちゃくちゃひどかったんですよ。後で見せます。今日持ってきたんで資料見せるんですが、だんだん伸びてきた時に何が一番脅威かって企業だったんですね。例えば今自分動画が3300本撮ってます。一人で撮り続けてきました。で、例えば授業動画も多分2000本ぐらい動画があるんですけど、一人で今誰かが先生が立ち上がって私が配置超えますって言っても2000本で相当きついんですよ、撮るのが。でも企業がマンパワーで50人先生雇って撮り始めたらすぐ抜かれるんですよ、2000本なんて。で、そうなった時に自分潰されるかもと本気で思ってました。それが一番の脅威で、で現れたんですよ。誰か、トライイットです。家庭教師のトライさんがですね、トライイットっていうその大きなもうネーミングバリューがある企業が先生をいっぱい使って怒涛の取り始めたんですよね。で、ちゃんと自分と同じく教科書通りの流れ、この有名な問題のピックアップじゃないんですよ。教科書を全部なぞって丁寧に、しかも最新技術を使って取り始めたんですよね。くっついたら勝てないんですよ。もうやばいと思いましたもん。で、ちゃんと数字も伸びましたし、最初けれど自分の数字落ちなかったんですよね。で、その時にやっぱり子どもたちにいろいろ聞くわけです。 SNS とか使って、ハイチ先生の授業だから見たいんですと。ああ、だからこの今の子たちはそのいい授業を求めている方もいます。もう先生とかどうでもいいから分かりやすい授業をしてくれっていう子もいるんですけど、やっぱりここに来ている子たちはこの先生だからっていうのがやっぱ強いんだなと。だからハイチってどういう人間なのっていうのを見せるためにもやってます。自分の授業動画ってちょっと変わりますね。ホワイトボードのこっち側に立ってこう撮ってるんです。ここからカメラを追って、で基本的に授業動画見てもらえば分かるんですけど、自分顔映ってないんです。ほとんど後ろ姿しか映らないんですね。で、しかも書いてるあの板書量って結構多く見えると思うんですけど、これうちのよりちょっと大きいんであれですが、多分書いてるスペース多分このぐらいしかないです、使ってる場面。それをカメラのアングルを全部合わせてアップにしてて、ここしか映らないになってるからいっぱい書いて見えるんですけど、使ってるのこれだけなんですよ。で、これをこうやってやって授業をしていきます。で、顔が映らないこだわりとしては、まあ、早送りすること前提の動画なので、例えばこことかで書いてしまって、ハイチここが見てんだよっていうイライラを起こしたくないんですね。子どもたちがどこの場面で切り取っても見たい情報がパッて映る、早送りを刻まなきゃいけない状況を作りたくなかったので、極力自分が映らない、邪魔しないように、まあ、こういったスタイルで撮っております。でもこれで授業やるとですね、ハイチが見えないんですよ。まあ、自分をハイチのキャラを売ろうとは全くそもそも思ってなかったので、最初は何とも思ってなかったんですが、その誰が授業をしているの、ハイチってどういう人なの、どういう先生なのっていうのを子どもたちが知りたいっていうのがやっぱりこっちから感じるようになってからは、こういうふうに顔出しで喋って、こういうことを思ってる人なんだ、こういうことを喋ってくれる人なんだ、こうやって、まあ、例えば自分のことあんま好きじゃなくても、この伊沢くんのファンもいるわけです。で、伊沢くんのファンだから見に来た方が、あ、この先生の授業だから聞いてみようかなと思ってうちのチャンネルに来てくれることもあるわけです。そういった、まあ、いろいろな作戦を全部話してるんで、すごいちょっと動画的に恥ずかしいところなんですけど、でもこうやってハイチっていう人間を見せることによって、生徒全体的な生徒の集中力というか、その継続率、動画を採用した時の継続率を上げるためにもこういったことをやってます。では、なぜ授業動画を撮ってるのかっていうところなんですけど、サクッといきます。最初のスタートです。スタートは学生時代は学校に行けない子どもたちのサポートがしたいと思ってました。自分ですね、中学の時ちょっといじめを受けてまして、ちょっとあれですけど、自殺未遂とかリストカットもしてた人間です、中学の時に。で、うつ病にもかかってたんですけど、このまずそれがあったので、そういう子たちのサポートをしたいがもともとの根本にあります。教師を目指したところは、で学芸大に行きました。で、ここが元なんですよ。子どもたちの話を聞いたりとか、ちょっと理想論言ってて相当申し訳ないんですけど、そういった仕事がしたかったわけです。でも教育実習行った時に、もう先生方の多忙さにこう打ちのめされるわけですよ。で、いろんな先生に相談して、違うと、キャリアを積めば時間ができると、生徒の話いっぱい聞けるようになるよって言ってもらったんですけど、自分今すぐやりたかったんですよ。で、それとあと、なんだろう、学校の先生になった時に、やっぱり生徒の前で、お前ら社会だったら頑張れよって言いたいわけですよ、心から。けど、先生は先生の仕事しかしてないから、社会の厳しい仕事ってどんなものなのかっていう経験してから先生になりたかったんですね。で、その思いもあって、学芸でその就活を選んだんです。で、一番きつい仕事なんすかって先輩に聞いたら、じゃあ営業マンやんなよって言われて、あ、
営業って大変なんだ、じゃあ営業職やろうって言って営業職の会社に就職するっていう、本当単純だったんですけど、でも本当地獄のような日々でしたよ。ピンポンして夏休みの多分夕方の5時ぐらいなんですよ。明るいじゃないですか。なのにこんな暗い時間に警察呼ぶよとか言われるわけですよ。いや待ってくれお母さんと、この時間とかって思う。そんな理不尽な叱りを毎日受けましたけど、でもあの時の多分経験と、まあ営業ってやっぱトークスキルがあるので、その辺のトークスキルを使って、まあ、今にも生きてるのかなと思ってます。で塾講師になりました。なった時に自分がですね、学習塾、進学塾に行ってなかったんですね。ちょっとうちはあんま裕福ではなかったので行けなくって、で勤めてからその塾の月謝事情を知るんです。自分働いてたの個別指導塾だったので、まあ、それもありますよ。集団塾よりやっぱちょっと多少高いと。でそうするといろんな、お母さん方の話を聞くとですね、やっぱり塾を選ぶことのできない子どもたちがいることを知るわけです。例えば、何々ちゃん A さんはこの塾は選べるけどこの塾は選べない、月謝の関係で。でもこの子は両方選べる。そもそもこの子は塾さえ行かせてもらえない。当然なんですよ、所得格差があるから。いろんな業種職種があるので当然なんですけど、でも納得がいかないんですよ自分の中では。何かできないかなと。子どもたちが勉強したいなって、例えば自分担当がすごいヤンキーだったり偏差値50超えてるからレアみたいな状況だったので、そういう子たちも塾入ってきてめんどくせえなって言いながらも勉強できるようになりたいんですよ彼ら。だから勉強したいと思った時、そのタイミングで寄り添えるコンテンツないのかなってモヤモヤしながら3年間働きます。でまあちょっといろいろありまして、そこは言えないですけどいろいろありまして塾辞めましたと。でその子どもの意思だけで選べる教育コンテンツできねえかなと思ってた時に、2012年5月31日です。これ多分なんですけど、あのヒカキンさんって多分ご存知の方多いと思うんですね。ヒカキンさんって今なんかいろんな面白い動画上げてますけど、もともとボイスパーカッションの方なんですよ。あの方エアロスミスのコンサートとか出てる方なので、ボイスパーカッションですごい方なんですけど、ヒカキンさんがあの当時彼の住んでるお風呂場で撮ってるマリオのボイスパーカッションがアメリカですごいバズったというか再生された時があったんですね。でそれを見るのが好きで、自分もで見てたわけですよ。すげえなーって、自分もボイパーちょっとやってたので、すげえなーって、待てと、こんなにすごい動画をなんでただで見てんだろうって思ったんですよね。あ、ここに授業動画投稿したら子どもたち見えるじゃんと。 YouTube のいいところってアカウント作んなくていいんですよ。だからアカウント作らないと見れないっていうニコ動みたいな状態が起こらないので無料で見れると。あ、じゃあ投稿しようと思って、翌日の6月1日に知り合いにホワイトボード持ってる家を知ってたので即電話して貸してくださいと。結果的に仮パクしてるんですけど、貸してくださいって言って、その日から動画投稿始めて気づいたら丸8年と。これがまあ動機ですね、動画を撮ってる理由になります。で、結果的にどうなったかっていうとサンドバッグになりました。私今でもですね、まあ、叩かれます。当然あの授業動画分かりにくいだのいろいろ言われたりはするんですけど、1年目が一番叩かれてまして、当時はですね、まあ、今もメアド公開してるんですけどメール来るんです。教育に携わるものです、この一文から始まったらですね 99% アンチです。もう超あの、ね、本当皆さんの想像する多分2倍ぐらいの量の文章ですよ。めちゃくちゃ悪口書かれますから。でいろんな言葉言われました。ゼニゲバとか教育を怪我してるとかいろんなこと言われましたけど、一番言われたのが偽善者です。だからこれが一番多かった言葉なんですけど、まあ、長文のお叱りメールを読んでて、ああ読む日々が続いて、でさすがにですね割とメンタルその営業で鍛えられたと思ったんですけど、やられますね。活動意義失いますよね。ここは1年目って、ああこの先数字見せたら分かりやすいですね。これ見てください。これ2012年6月1日から2012年末です。だから7ヶ月間稼働したんですけど、7ヶ月間で10万再生なんですよ。これ10万再生っていうと結構回ってるじゃんって思うかもしれないですけど、違いますよ。210日割りますからね。1日476回です。しかもこれ自分100本ぐらい撮ってますから、この間に100本撮ってて1日平均これしか回らない。しかもチャンネル登録者も145人しか伸びなかったです。7ヶ月、ほとんど見てもらえない。この辺とか1日10回とかなんですけど、これ全部自分です。自分で動画チェックしてるけど自分の見た回数数えましたもんね。ああ全部自分だと思って、そんな日々がずっと続くわけです。なのに叩かれるんですよ、ボロクソに。お前どこで気づくみたいな。さすがにこの辺ちょっと心折れてましたけど、でも最初の3ヶ月はあまりこの動画撮れない時期が続いてまして、やっぱやり方違うのかなと。今みたいな、さっきあのお見せしたスタイルじゃなかったんですね。何も書いてない状態から政府の計算やるよって言ってこうカッコマイナス2とか書き始めてた授業動画を撮ってたんですけど、これじゃダメだって。で3ヶ月試行錯誤して今みたいな、先に板書を書いておこうと、
その方が動画的にもすんなりいくし見てる子たちも見やすいだろうって、でそれが気づき始めていっぱい撮っていって、でこっからまああと5ヶ月ぐらいで100本ぐらいですかねを撮り続ける日々になりました。で授業動画の特徴なんですけど、これよくね勘違いされるんですけど、授業動画ちょっと編集入ってません。最初の頭の部分切ります。ピンマイク今つけてますけど、ピンマイクとカメラの音合わせするんで最初ポンポンってやるんですね。よくやる音合わせして発声します、はっみたいな、でしてそこ切んなきゃいけないのでそこは切ります。あとはエンディングをつけてるのでエンディングもお尻も切りますけど、途中の部分は一切しません。例えば10問問題解説やってて9番で恐ろしくミスりますよね、全部消して取り直します。もちろんその問題残せるとうまく消しますよ、でもどうしようもならない時もあるので全部消します、書き直して泣く泣くですよね。そういった感じで編集は入れてません。でこれに関しては2011年の自分はその動画を撮る YouTube を通すとすごい無機質なものになると思ったんですよ。授業って血の通ったものであるべきだっていうのが自分の中であります。だから対面授業がベストです、絶対に。映像授業は勝てないんです対面には、っていうのが自分の心情にあります。でもじゃあどうやって血の通ったものになるかっていうと、例えばこうホワイトボードの足とかありますよね、自分は家なんで裸足で撮ってますけど、ぶつけるんですよ小指とか、めっちゃ痛いんですよ。それも入れます普通に、いってとか、だってそれもリアルなんですよ、別にいいじゃんっていう。ただ解説を激しく見せるのはやっぱダメなので、それは撮り直しになっちゃうんですが、編集を入れてそのなんか変にこうぶつ切りになってるのは自分は授業動画として違うんじゃないかと思って編集は入れてません。ただですね、下に書いてあるんです、ここです、今葛藤中です。あまりにも子どもたちが YouTube 慣れをしたんです。でも皆さんも肌で感じてると思います、生徒さんのすっごいんですよ本当、彼らの YouTube 慣れ、目は肥えてますし耳も肥えてるって言われないかな、耳も慣れてるわけですよ。でぶつ切りに切ってるのが当たり前なんです彼らからすると。有名な YouTuber でいると例えばヒカルっていう方、ヒカルさんですねがいるんですけど、すっごいぶつ切りなんですよ。あれ普通にこうやって喋ってるのを短い隙間も全部切るんですよ、トン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 って話が進むんです。そうすると集中力が持つんですよ、ぶつ切りされるんで、っていうトリックなんですけど、それも授業動画に入れた方が見やすいんじゃないかと思ってます今も。なのでこの前ですね、今中学1年生の、頭の段階、一番ここでつまずいてほしくないなと思って、中1の1章教科書1章のところを丸々52分に詰め込んだ動画撮ったんですよ。さすがに52分分、1章をホワイトボード1枚で終わらないので4枚切り替えて編集入れました。そこはでテロップでポイントとかも刺しました。そこは自分だってはちょっとチャレンジというか、どう感じるんだろう子どもたちが、でやってみたら、でもトークをぶつ切りにはしなかったので、あまりこう違和感を感じなく子どもたちは入っていったので、もしかしたらもう編集入ってる方がいいのかもしれないです。ただ自分の多分動画を使ってる子たちは、え、ハイチさんの編集してるって多分なります今。なので、悩みどころですね。もしかしたら自分がこのスタイルを続けていて、来年今頃ハイチのやり方ってもうさ時代遅れだよねってなってる可能性も大いにあります。だからそこは多分自分がアンテナを立ててちゃんとやっていかないといけないところではあるんですけど、そういった思いがあって編集は入れておりません。でもう一個です、一番叩かれるのここです。今でも概念形成話しません。概念形成というか、例えば小学生の、分数の割り算ありますよね。割る5分の3って掛け算に直して逆数3分の5にしようねって言いますよね。なんでするのって部分は一切話しません自分は。これは全学年通してもう共通して、なんでの部分が極力カットされてます。でこれがめちゃくちゃ叩かれます今でも。コメント欄探したら多分皆さん100件ぐらいコメント見たら1件ぐらい見つかりますんで、ってぐらいにいっぱいあります。でこれはですね、こだわりなんですけど、塾講師やってる時にその偏差値がやっぱりこう低めというか、勉強めんどくさいな、でもやんなきゃなって思ってる子たちをイメージしてずっと撮ってます。だから教科書を丸々一冊全部動画化するよって、有名な因数分解つまずきやすいとかあるじゃないですか、証明とか。そこだけじゃないんですよ、ここニーズねえだろうなとか、大体できるだろうなと思うものも全部撮ります。だってどこでつまずくか分かんないんですもん子どもたち。でそういう子たちって概念とかどうでもいいんですよ。まずは自分が覚えたやり方がちゃんとできるっていう成功体験が先に来ないと、あ、できた、やったで、そこで初めて興味持つ子がいるっていうのが自分の思いです。だから動画って一方通行なんで、彼が持った質問を答えてあげられないんですよその瞬間に。なのでまずはやってよかった、覚えてよかったっていう成功体験を積ませたい、それが自分の動画のスタイルで、興味関心はその後でいいだろうと。でしかも
じゃあ割り算のブスの割り算なんで逆数にすんのって調べたらすぐ出てきますもん。今自分が説明しなくても子供たち簡単に調べることができるので、まあ、ちょっと投げ合いな感じで聞こえるかもしれないですけど、動画の内容をシンプルにするためにもここは偶数はずっとやってます。まあ、相当叩かれますけど、それでも自分はこういう動画の価値が子供たちにあるんじゃないかなと思ってやっております。ということで次ですね、どのような方が動画を見ているのか、まあ、これはもう皆さんご想像通り学生がメインです。小学生から高校生がメインで、あとは教員志望の大学生、大体塾講師のバイトされる方が多いので、なんか塾で教えるときに参考にしてますという方が多いです。で、学力レベルなんですが、ここはちょっと自分が個人的に驚いているところで、基礎なんです。自分の本当に見ていたら分かります。教科書のことしかやってません。もうちょっと難しいことやればって思うぐらいだと思います。本当にですけど、見てる子たちは普通に、例えば高校生だったら総計上司とか国立目指してる子なんかも普通に見てますし、もちろん、もっと就職しか考えてない、赤点を取らないために私はやってますって子もいます。でもすごくレベルは様々で、彼ら彼女たちは自分に合ったやり方を見つけてるんですよね。だから動画を見てこれは必要、これは必要じゃないっていう取捨選択を彼女たちは自分たちでやってるので、すげえなと思います。そこに関してはやっぱり自分は YouTube がない時代に生きているので、ああ、やっぱり慣れというか、すごいなと思いながら見てます。で、あと社会人の方ですね、まあ、学び直しがブームなんで学び直しの方とか、毎年いらっしゃるのはその看護学校を受験される方ですね。自分と同世代だったりとか、あとは子育てがちょっと一度一段落して再就職されたい方とかで資格取るために看護学校行かれる方とかがいらっしゃって、あとはありがたいことに最近は先生から励ましのメールをいただくことが本当に増えました。このまあコロナが起こった3月あたりからですかね、3月4月は全部で2ヶ月で 4,50 人の方から連絡をいただいたと思います。今まではありえなかったことなので、まあ、だからこそ改めてね、兜の緒を締めて動画撮らなきゃなと思うんですが、まあ、こういった方が見ております。ではここからですね、いただいた相談とか、質問ですね、ちょっと答えていきたいと思います。でまず機材面です。基本的にカメラ、マイク、ライトでいきます。この3つ、ね、他の細かいことは後で質疑応答で聞いていただければと思うんですけど、カメラはそこにある普通に家電量販店で売ってます。あれ特別なもの全く使ってません。むしろ今撮っていただいてこっちの方が特別ですね。確実に高いただ三脚は絶対使った方がいいと思ってます。授業動画に関しては割とこうやって先生が持って頑張ってここで固定して撮られる方もいるんですけど、子どもたちって文字にピント合わせて見てるので、これがブレるとじーっと見てるので結構気持ち悪くなります。子どもたちからエンタメの動画とかってこうやってインタビューとかしてるのって気にならないんですよ。焦点がいろいろ変わるので。でも授業動画に関しては三脚で固定した方がいいかと。であとはカメラ担当の方がいた方が最初は撮りやすいかなと思います。アングルとか気にしながらとかなかなか難しいので、いた方がいいのかなっていうところですね。でマイクはなくてもいいんですけど、ピンマイクがあった方がいいかなと思います。教室で撮る場合って広いんで結構反響するんですよね。で子どもたち意外とイヤホンつけて聞くんですよ、授業動画。家とかでスマホとかでも、でイヤホン聞くと余計その反響してるのとか気持ち悪く聞こえます。でさっきも言ったように子どもたち目と耳めちゃくちゃ慣れてるので、聞きにくって思った瞬間に切られます。授業その画質も授業あと文字が見にくとか、なんか画面暗すぎじゃないって思った瞬間に切られます。即切りです。内容とかどうでもいいんですよ、見にくかったらもう嫌なんで。なのでそういった意味ではマイクがもしね反響が気になる方は使ってもいいのかなっていう。でライトは自分は使ってないです。家での撮影でホワイトボードですね、反射で跳ね返るんですよ。ライト使うとそのライトの形が映ってしまいます。一番いいのは強いライトをその辺から天井に当てるのが一番メジャーなやり方ではあるんですけど、まあ、なくてもカメラで明るさ調整簡単にできるので、まあ、編集ソフト使ってる方は編集でもいいんですが、あそこで普通にピッピッってやると簡単に明るくなります。なのでそれで調整するだけでも自分は授業動画見れるかなと思います。機材に関してはこんなところです。でここですね、次は顔出しをすることへの不安なんですが、まあそうですね、普通顔出したくないですよね、授業動画で。自分もでき極力映りたくないです、こういうことやってますけど。で顔出しは必須じゃないと思ってます、授業動画に関しては。顔出しのメリットとしては、さっきも言ったこういう人がやってるが伝わりやすいです。例えばあこういう男性の方なんだ、こういう女性の方なんだとか、こういう髪型なんだとかがちょっと見えると、そこは一個の武器ではあるんですけど、例えばその先生が撮られる場合って
自分の学校の生徒しか見れない限定公開の場合と地域によってオープンもあるんですよ。誰でも見れる状態してねって、まあ、これは2つ状況が違うんですけど、限定公開であったらですよ、もし自分だったらですよ、自分だったら自分の学校の生徒しか見れないんだったら顔出しは絶対武器にします。だってこの先生がってやった方がいいのかなと。ただ逆にですよ、これいろんな武器のやり方があって、逆に顔出しを出さないで、でもこの先生って子どもたちも分かってるから、その画面だけで声だけで勝負してそれが面白く映る、子どもたちにとってやる気になるコンテンツになればそれも OK なんですけど、まあ必須ではないですし、しないでも武器できる取り方っていうのはたくさんあるので、それはその場その場のやり方によって変わるのかなと思います。であとカメラに向かって授業がやりにくい、当然です、やりにくいです。子どもたちって方がリアクション見れるんで分かりやすいんですけど、自分はもう撮ってる時はカメラの底に一人生徒がいるイメージです。個別指導塾でもうその子に対して授業をしてるイメージでやってます。だから変に敬語も使わないですし、ちょっと仲のいい生徒だからタメ口とかたまにわざと入れます。全部敬語でやっちゃうと硬くなっちゃうんですよね。あ、それもそのキャラによりますよ。この先生がタメ口やってたらちょっとキャラとして崩れるって言ったら使わない方がいいんですけど、たまに入れることによって、なんですかね、 YouTuber なんだけどちょっと近所のおっちゃんお兄ちゃんポジションに近づけたいんですよ。親しみを持たせたいんですよ、子どもたちに。なので意図的に、まあ、そういったなんだろう、タメ口とかも使ったりするんですが、まあ、こういったイメージでやってます。で最後ですね、ちょっとごめんなさい、ちっちゃく見にくいんですけど、これあの実際に皆さんがいただいたやつを答えて終わりいきましょう。ざっくりいきますね。まず飽きずに見てもらうための工夫、これはですね、私が教えてほしいです。実際あの YouTube って一つ一つの動画で継続時間って見れるんですよ。何分何秒平均で継続見てもらってますって。でさっきのトーク動画ありますよね、喋る動画と授業動画あるじゃないですか。どっちが継続時間長いって、当然トークなんですよ。だいたいこっちは3分ぐらい平均でも見てもらえるんですけど、こっち1分いかないですからね。この前あげたスーさん、今スーさん撮ってるんですけど、スーさん最近の18分ぐらい熱弁して授業してるんですけど、平均、57秒ぐらいです。でもこれが普通なんですよ、授業動画って。特に自分では教科書レベルだとなかなか難しいんですけど、だから飽きられてるのか飽きずに見てもらってるかがわからないんですよね、正直。だから自分開き直ってます。自分がやりたい、これがいい授業だって思うものをお前ら見ろよっていうスタンスです。基本的にはあまり生徒に寄り添うっていうのはあまりしてなくて、自分がここまで練って練って準備めちゃくちゃ時間かけるんで、たくさん 3つぐらい参考書を解きまくって問題のバランス考えて、関東版なんだっけ、指導案作れないから頭の中で指導案の発言とか組み立てて、ここまで考えたんだから見ろよっていう、でもう放り投げるしかないっていう状態で今はいます。もちろん、見やすさですね、自分字は割とこだわって綺麗に書いてるつもりなので、字の綺麗さとか、そのさっき言った画質明るさとか、それはこだわりますけど、まあ内容に関してはもう自分がベストだと思うもの、これでいいと思うものをやることが一番なんじゃないかなと思ってます。で次も同じですね、受け身に、いや受け身ですよ基本的に。あの下にもちょっと関わるんですけど、対面授業の強みあるじゃないですか。ネットの映像授業の弱みって強制力ないんですよ。子どもたち簡単に右側にある関連動画持ってかれますから、授業動画、あの動画見てもらうと分かるんですけど、授業動画流れるじゃないですか。ここにね、その子に合う動画が出てくるんですよ。エンタメ、はじめ社長が好きな方もはじめ社長がいっぱいいるんですよ。しかもちゃんとアルゴリズムであなたが好きそうですよねって出してくるんですよ、 Google さん。持ってかれますから簡単に。なので基本的には受け身でも、自分さっきと同じです。これだけいいものやってたら絶対役に立つだろっていうのをやることが一番なのかなと思ってます。で次はオンラインの問題点。あのですね、これに関しては俺は問題点だらけだと思ってます。多分この質問ですね、そのメリットがすごい今取り上げられてますがみたいなのが書いてあったんですけど、例えばですよ、今風潮的にオンラインがいいよねってなってるじゃないですか。例えばあの飲食店オープンしましたと、すごい美味しいって評判になった時、皆さん美味しそうって行くじゃないですか。美味しかったって言うんですよ。でこれがある一定時期たつとどうなるかって、あらを探し始めるんですよ、人って。よかったよかったよかったの評価が、でもさって、多分それに来てないんですよまだ、オンラインって気づいてないんです、みんなが。でもこれ多分もうちょっと浸透した時に出てきます。やっぱりさ、対面の方がいいよね、オンライン授業ってやっぱ微妙じゃないっていうのが出てくるのはこの後です、きっと。だから自分らもちろんこうやって配信の活動をしているので、そうならないために
どうしたらいいのかっていうのが多分うちらの腕の見せ所ではあるんですけど、まあ、問題点はないのかって言ったらめっちゃありますっていうのが自分の感想です。で、対面授業の強み、これはもう強みだらけです。だから何度も言いますけど勝てないですから。対面授業と、まあ、勝負っていうのもおかしいですけど、目の前に子供がいてリアクションがちゃんと見れて反応も返ってくる、勝てるわけないんですよ映像授業が、こんな一方通行のコンテンツで。もそこでやさぐれて勝てないから対面より悪いよねって言われてしょうがないよねって言ったらそれは良くないと思うので、一方通行だからこそめちゃくちゃシンプルにこう練り上げたものを配信することで子どもたちの記憶に定着、まあ、この辺ですよね、定着しやすくなるっていうメリットは必ずあるはず。例えばその授業をしてて先生がここポイントだからちょっとお前ら黙ってろって場面あるじゃないですか。でも誰かが言い始めるんですよ、待てとは崩れるじゃねえかみたいな、そういうのは起こらないわけですよ。自分のペースで全てできるんで、だからそれはこっちのメリットだと思いますけれど、強みって言ったら上げたらキリがないっていうのが個人的な感想です。で、この1本の動画にどれくらい時間かけてるのか、ですね、専門数学なんですけど、今の数算だったら1本準備多分 3,4 時間ぐらいで終わるかと思います。中学生の歴史とかだとですね、歴史丸々1冊で全部動画化したんですけど、見開きの2ページをだいたい1本の動画にまとめたんですね。で、自分の社会の動画って11行か12行に全部なってるんですよ。あのいっぱいある文字量を11行か12行にまとめなきゃいけなくて、だから一番かかった時がなんだっけな、テイク12ぐらいかかって、しかも全部書き直さなきゃなんで12ぐらいかかった時に3日かかったとかあります、最大だと。でも平均すると多分 3,4 時間です、全体言っても。で、スマホだと見にくいっていう意見があると言った時なんですけど、さっき言ったように自分これをアップしてるんですね。で、自分のなんでなんですけど、だいたい 4×4 ぐらいの4センチ、このぐらいかなの文字量で書くと、スマホで見てもちょうどいい感じで見れる大きさっていうのを、いろんな文字の大きさで書いて投稿して、投稿ってあると非公開すれば自分しか見れないので、非公開でチェックしてスマホで見る、あ、見やすいとか見にくい、全部チェックして今のこの文字の大きさに至ってます。それが、まあ、それを研究して今こうなっているので、多分見にくいっていうのはその明るさとかもあると思うんですけど、割とそのなんだ文字の大きさとかを結構変えることによって割と改善するんじゃないかなと個人的には思います。あとは情報量があんま多くない方がいいかもしれません。で、これですね、これ入れるか迷ったんですけど、日本の教育が良くなるために現場の職員にしてほしいことで、これで俺すげえ反感かったらやるんですけど、これは現場の教員の先生がってよりもその教育委員会とか上の方に願ってることですよ。自分はですね、クソ生意気で本当ごめんなさい、自分は学校の先生の社会的地位が上がるべきだと思ってます。自分はこれもう切らなきゃな、メディア操作で情報操作ですごい下げられてると思ってるんですよ。学校の先生ってめちゃくちゃ素敵な授業する人たくさんいるんですよ。でも取り上げられるのって下の人ばっかなんですよ。問題行動を起こしたとか、なんでそこしか、まあ、YouTuber も同じなんですけど、基本的にはいいことがいい授業をするのが当たり前と思われてるんで、いい授業するの当たり前だから下手くそとかやらかしたとここだけピックアップするんですよね。だからこっちをピックアップさせていきたい。でも先生方って発信する場所がないんですよ。なんだ保護者の来てもらっても保護者の方プロじゃないんで、あ、いい授業なのかしらって子供に聞いて分かるみたいな、それじゃ伝わらないじゃないですか。だから先生方がそのいい授業っていうか、その研究したもの、いいコンテンツをしてるんだっていうのを現場の先生に願うんだったら発信してほしいんです。個人的には発信したい人がね、全員じゃないですよ、したい人がいいんですけど、してほしい。で、それを上の方は発信できる環境を整えてほしいんですよ。最初めっちゃ叩かれます。今学校の先生が4月から授業動画投稿しましたよね、全国で。どうなったかって、やっぱり YouTuber の方がいいよねとか、先生の授業分かりにくいんだけどって言い始めたんですよ。その自分が1年目にやってたところがめちゃくちゃそこと同じ状況が起きてるんですよね。学校の先生、自分のユーザーの子にはよく言うんですけど、学校の先生って授業のプロだから映像授業もプロって思ってるんですよ、みんな。なわけないんですよ、別物だから。先生まず素人から始まってて研究して上手くなっていくんだ、だから比べんじゃねえみたいなことよく言うんですけど、でもこれから、もしこれから継続してやっていった中で、絶対にエースになってくる先生が出てくるはずです、授業動画の部門でも。それを発信した時に、例えば自分のチャンネルで走っていくのがいいと思うんですよ。こんな先生いるんだよっつって、で見てもらって、先生ってすげえんだぞっていうのがもっとあった方がいいっていうのは個人的な願いです。これを後で投稿した時に、この話なかったらカットしたと思ってください。ビビってカットしました、きっと。
で以上でこれですね、以上となります。すいません、ぶわーっと話してしまったんですが、ご清聴いただきありがとうございました。